皆さん、こんにちは。星椎茸です。進撃の巨人、アタックオンタイタンやっていきたいと思います。はい、現在公開可能な情報、ライナー・ブラウンと第104期訓練兵団卒業生ということですね。はあ、疲れましたね。前回のね、動画から引き続いて撮っているんですけども、疲れましたね。いやー、女型の巨人ですか。あれが強い。攻撃範囲広いしね。はあ、疲れました。やり直しもかなりしましたんでね。本当死なずに、いや死にましたけどね。ですね。馬は、今いいのはないね。まあ、多分武器の方も、まあもう新規開発できるのはきっとないし、まあ、そうですね。改造の強化も特に何もできませんので、まあもうこのままでいいですかね。まあいいでしょう。はい。じゃあこのまま話しかけましょうか。そうだね、急ごう。いやー、アルミン使うのがもう嫌だな。オルオ・ボザド、調査兵団の兵士リヴァイ率いる特別作戦班に所属と。巨人の討伐実績って班の中で首位なんですね。オルオさん意外とやるんですね。リヴァイに憧れており、その口調を真似ることに凝っているが、よく舌を噛むと。意外やった。オリオさん、あの中で下の方かと思ったんですけど。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせず、そのまま巨大樹の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。第3章第3話、噛みつく。いきますか。エレンを、俺リヴァイか。エレンを護衛しつつ、兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。ほら、お前なんかに手こずってる暇はないんだ。いやー気持ちいい。お前らの仕事は何？うお、その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命は、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。あれ、この辺にアイテムが。この班の任務はどうしてもの感じじゃ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。違う。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。あれ、これ以上近づかれるな。よし、OK。 これどうすればいいんだ。もっと進めば、進めばいいんだね。
エレン移動停止。ダメダメ。これ悠長に素材アピールしてる暇ない。ここで時間を費やすわけには。あれちょっとアンカーが。なんだこれ、なんだこれ、どこだ今、どこにいるの。うわ、よし、僕の仲間を。攻撃、味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。どうすんの。乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。なんだ、どうしたらいいんだ。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。はあ、あ、お、落とせてね、一撃で。俺の敵だ。よし。うーんしょ。行く。あれ。すぐに片付けてやるぞ。オッケー。くるくるくどーんやな。この辺にいる。助けられたかもしれないのに。オッケー。あ、よし。この向こうになんかいるね。どうして、いっぱいいる。すみません、ここに回って巨人を止めます。オッケー、こんなもんか、こんなもんかな。近場はよし。じゃあもうちょい向こうのやつを襲っておくか。オッケー、カッサバキ向こうやな、あれやな。オッケー、 やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。あ、これダメだ。仕上がれ。援護感謝します。後ろは任せてください。あ、なんだよ。見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。おとなしくしてろ。あ、ちょっとガスボンベが欲しい。あれ、リヴァイやとね、結構ドクンドクン言っててもそれなりに動けんねんけど。どうしたらいいんか、この先は。やだ、押されてるじゃない。移動ルートを確保する。オッケーオッケー。移動ルートってこっちでいいんだよね、きっと。いや、これダメだ。オッケー。人の力にばっか頼ってんだ。巨人にあれば一人でなんて戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、なんだこれ。私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。敗北。遅い、さっさと決めろ。進みます。
標加速します。走れ、このまま逃げ切る。兵長進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。はあ、よかった。ああ、討伐足らんか。お、新しい資材が可能と。いやー疲れた。よかった、これでも結構あれでしたね。まあ時間的にも動画の時間としても13分ぐらい、 2分ぐらいよし。はあ、よかったということで、まあ、キリがいいので、今回もここで終わっておきたいというふうに思います。ちょっとね、連日、時間の短い動画になって申し訳ないんですけども、まあ、キリがいいので、ここで終わっておきたいというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。